YouTube、 どうもアニソン YouTuber の谷本隆義、谷だよ。さあ、ということで今日はね、11月の23日、朝10時半ぐらいですね。今日はね、ちょっとせっかく台湾に来たんで、ちょっと観光にね、ここ来ました。ここ龍と捉えます。で、塔があります。龍虎塔ということで、ロンフータというね、中国語で言います。で、ここはね、いわゆるこう高尾の、パワースポット的な場所らしくって、でね、一応こう入り方があるんだって。龍から入って虎から出てくると、まあ、パワーをもらえるということらしいです。これはまあ一応台湾の風水的な何がしかで、そういう風になってるということで、これを間違えるとちょっとご利益がもらえないということなんで、ちょっと間違えないようにね、この龍虎塔を行ってきたいと思います。そしてなぜかここにくまモンがいるんですね。ということで龍虎塔行ってみよう。あ、大丈夫大丈夫。お前犬がいるんだよ、なぜかね。あ、これはこの獅子のような獣です。ねえ、シーサー。ライオン。ライオン、あ、これすごいね。顔が龍で、体が亀。こっちから行った方がいいのかな。あ、こっち逆じゃないですか。逆、道があるんだよ。さあ、ということでロンウーハ、ロンウータ、ロンウータ、こっち上がった方がいいの？これね、龍の方から入ってきて、この塔の一番上です。こんな感じでね、ここからにも龍があるんだね。可以拍你在做的过程吗？啊，大丈夫です。OK です。タピオカミルクティーをね、今作ってもらってます。タピオカミルクティーってのは絶対台湾の飲み物ね、今日本で人気ですけれども、ここが元祖です。来た。いただきます。うまいね。うん。日本のタピオカミルクティーと違う。なんだろう、まあ、ちょっと甘さ控えめにしたけど、でも、はい、やっぱりこっちが自然派な感じがするよね。あ、そうですか。なんかすごく砂糖の甘さが ガツンとくる、なんていうかね、あれ。すごいスッキリしてるこっちの方。あ、そうですか。うん。タニーだぜ。さあ、ということで、まあ、台湾といえば夜市、夜市といえば台湾ということですね。ここの高尾で、ね、一番地元の人が来る、瑞鳳夜市というところに来ています。まあ、
台湾の人はですね、自炊はあまりしないということで、こういう夜市に来て、まあ、食事をして帰るというのがね、まあ、多いみたいです。ということで僕たちもね、雰囲気をちょっと皆さんにお伝えできればなと思います。それでは行ってみよう。でね、まあ、こういう風に、まあ、こう縁日的な感じになってるんですよね。割とこう、いろんな食べ物がね、並んでいます。でもこれ、まっすぐ見てるのが看板が立ってるんですけど、まあ、いろんなお店がね、立ち並んでいて、ここでみんな食事をしていくというような感じになってますね。これ、外だから、中に入らなきゃいけない。この内側に入っても大丈夫ですか？前面点的吗？可以，点点。前六节可以试吃，是大家进来吃的。这边。那边请坐，这边的寿司条，寿司的寿司条。哇，鱼都好比。寿司的寿司条。カキも。この匂いは臭毒ですか？ちょっと台湾で有名な臭毒ですね。やっぱりこういうのを食べ歩きするのがいいんじゃないかな。ちょっとはい、ということでこんな感じです。以上、タニー探検隊瑞鳳夜市レポートでした。はい、ということで台湾シリーズ第2弾いかがでしたでしょうか。ちょっと今回ね、動画では紹介できなかったんですけれども、あのね、その寺院にね、もう一つ行ってきてね、あの関羽町って読むのかな、ちょっと漢字がごめんなさい分かんないんですけど、その関羽ってね、三国志の、まあ、英雄とされているうちの一人なんですけれども、その関羽が祀られているお寺があったんですよ。でそれはね、その龍虎島っていうところからでものすごい近くって、もう歩いて1分くらいかなのところにあって、でそこもねすごかったですよ。もう地下1階から上ね、4階まであって、で全部に、仏様というかな、その祀ってあるんですよ。でそれのお参りの仕方もね、順番があって、そう、順番通りにやらないと、いや、まあ、やっぱ多分風水的なあれだと思うんですけどね、ご利益があまりもらえないんじゃないかっていう話だったんでね。でそこもね、あの順番にちょっと巡ってってね、本当にまた日本のね寺院とは全然違うね雰囲気で、まあすごかったですね。異国情緒豊かな雰囲気でしたよね。うん、そうですね。それからまあちょっと繰り返しになるんですけどね、屋台の方はね、やっぱり本当にいつ行っても活気がある。で皆さんね、その台湾の人たちってあんまり自炊する家庭はね少ないみたいでね、みんなその街に出て、その屋台がね、いろんな街の中にいろんなところにあって、でそこに食べに行くのが、多いみたいですよ。なのでやっぱり子供もね、夜遅くまでみんな街の中歩き回って遊んでますしね、うん、本当に楽しそうなところでしたね。うん、唯一ちょっと台湾のねお茶も有名だったんですけどね、そっちを、ちゃんと買えなかったのが、まあ、僕としては心残りだなと思うんですけれども、またね、僕自身ぜひちょっと台湾の方にね、プライベートでもね行ってみたいなと思っていますんで、もしよかったらね、皆さん高尾いかがでしょうか。はい、以上でございます。ということで台湾シリーズ第2弾でした。いかがでしたでしょうか。それではまた、次回ね、何がしかの、どこかしらの、僕のね、探検した動画をねお届けできればなと思っています。よろしくお願いします。以上です。